マナスル登頂中に体調不良を訴え、カトマンズの病院に緊急入院したアルピニストの野口健司が26日、X、旧ツイッターを更新。早すぎる点滴への戸惑いを投稿した。野口氏は通常の6倍のスピードの点滴が落ちている動画を調布し、早いよね、と綴った。さらに、点滴をつけるときに早口でナースさんと話をしていたから、そのリズムに合わせてくれたのかな。点滴にもその人に合わせたリズムがあるのでしょうね、きっと、と不安そうに投稿している。フォロワーからは、早い、ナースコールして、私もそれで具合が悪くなりました、平均2秒で一滴だったと思う、と心配する声が寄せられている。野口氏は入院後肺炎と診断されたことを明かしている。